最初は小鍛冶です。天皇に剣を作るように言われた宗近は、稲荷明神の化身の小狐の助けを借りて、剣を仕上げ、二人の名を刻みます。最後の出来上がった剣を天皇の使いに捧げ、小狐が稲荷山へ帰っていく場面をみんなで歌います。次は玄奘です。琵琶の上手な信長はもっと上手になりたくて中国へ行こうとします。しかし玄奘という琵琶を持っておられた村上天皇に行かなくても大丈夫と止められます。最後の天皇は空へ、信長は都へ帰っていく様子を二人で舞います。
最後は賞状です。大変おめでたい曲です。賞状は中国に住む顔の赤いお酒の大好きな海に住む妖精です。東風は親孝行のご褒美に賞状から組んでも空にならない不思議な壺をもらったという夢を見ます。最後の夢は覚めても泉の壺は不思議な壺は残っていたという場面を思います。